皆さんこんにちは、淡井圭介です。2024年、6月2日、20時25分、通訳の人は、アキコさんだと分かりました。これどうしよう、これなんか2回目か3回目のような気がする。ごめんね、かっこちゃん。あとまあ、アキコさん。ああ、もうこれね、やね、髪の毛束ねられただけでこれやから。ほんとこうなる。ほんとに。しょっちゅう顔合わせてなかったらもう絶対こうなるから、ほんとに。あのね、もう普段から顔合わせてない人間で髪型変えられたら絶対分からへんようになるから。気にしすぎ。もう僕の場合はこの辺の人間がもうずっとね、もうそこの線路の前とかここの住宅の前とかでタムロして喧嘩売るようなことを平気で言ってきた連中が、もうその30歳40歳になってる連中がこの前にいっぱいいるんですよね。そいつらの子供とかがまだ絡んできたりしてたと、こういう状況なんです。だからね、例えば滋賀県行って絡まれるかって絡まれないんです。石川県行って絡まれるかって絡まれないんです。まぁ、ちょっと話変わりますけども、その石川県の能登半島の穴水町と、まぁ、七尾市の、撮影行った時、びっくりしました。神奈川県のしていいことと悪いことの、あ、違う違う、神奈川じゃない、石川県。石川県の、していいことと悪いことの区別が全くついてない、連中、消化すみかすぎ、一体何してんのって、何を見たかって言ったら、金沢駅で祭りしてんの。みこし担いで。いくらなんでもすらしたらあかん。常識として、人として。これはね、ちょっと石川県。そりゃ甲子園優勝できんわ。それ無理やわ。他の人間がそこまでめちゃくちゃなことしてたんだら。自分ところの県なんだから、自分たちで瓦礫の撤去とか行かないと。潰れた家なんか、屋根の上登ったりしなくていいんだから。瓦逃したりとか、手作業で簡単にできるんだから。みこし担ぐのと、重たいもの運ぶのと、変わらないじゃない。ほんと、小霞が関の人たちとか、何してるんですか、ほんとに。祭り？石川県の、これ待ってね、もう。自分のところのもう兵庫県の知事の名前を覚えるだけでも精一杯で、本当にごめんなさいね、本当に。ちょっと石川県のね、知事ちょっと見てみますね。それね、僕はいくらその能登半島石川県のチームを甲子園で勝たせようとしても、これは無理ですわ。石川県の人たちがそのレベルじゃ。ちょっと知事がね、現職の人は、し、ちょっと待ってください。これ初代の方か。これ、名前なん読むんでしょう。軍って読むんですかね、雄一さん。かなりご年配の方のようですね。昭和22年。ちょっと待ってください。なんかこれおかしい。石川県知事一覧で見てるんですけど、石川県が合ってる。その次の代の方っていうことかな。まあ、写真写られてる、こちらの方なんですけども、まあ、こちらの方と、創設とか書かれていて、自分の誕生日が書かれてないから、この人、本当大丈夫なんですか？自分の、誕生日とか公表してないと。
なんかこうテレビ出ていて本当は違う名前でこうテレビ出ていてなんかもうそんなことになったとか、金沢市、金沢市、まあ、あとは知事、じゃあ市長、まあ、あきこさんには申し訳ないんですけども、まあ、以前昔そこそこ話はしたとは思うんですけども、これ僕も同じパターンにはまってるでしょ。でね、これね、この間もね、家の、まあ、これは別の動画で言いましたよね。その家の外に、軽トラック、前がへっこんでる車の件の話。だから同じパターンでハマってるから、そうね、電波の世界、神がかり的な力の世界があまりにもこう聞きすぎてるような気もするんですけど、だからね、ちょっとまあ話とそれで申し訳ない。もう一度戻ります。村山隆さんですかね、今市長の方。知事市長でしっかりとお祭りなんか止めておかないと、自分たちの都道府県なんだから、自分たちでね、現場入って、知事市長がみんなの見てる前で瓦撤去し始めるとかね、もうみんなでせなあかんって言って、しなきゃダメよって言って、なんか全員が動くんですよ。もうそんなことも、まあ、余計な書類いちいち書いてるぐらいだったら、もう自分が現場行って、自分の背中見せるんですよ。してること、すること。今これをしなきゃならないよっていうの。これ、国会議員の人たちとか、その消化済み稼ぎの人に任せっぱなしになって、で多分ね、消化済み稼ぎの各省庁の代表の方たちだから、知事の方が立場上でしょ。大臣と同格者だから。だから、誰かがその知事とかを、注意して、動かさなきゃなんない。だから僕は言っておきます。先ほどの、まあ、方。まあ、しっかり現場行って、解体作業、できること。もう学生にも時間給払ってあげたい。高校生とか運動部に。で、すぐに撤去。中央からお金回す。もう同じこと。だからね、そういうね、そういうふうに動いてください。消化済み稼ぎの人もね、言いにくいんだったら、もう安倍さんが言ってるから、もうそうしましょうで、全員で言ったらいいです。僕、国会で、昔から、大臣と同学者として扱われてます。ほんと、嘘だと思っている人いるでしょ。岸田さんに聞いてみなさい。だから歴代の総理、淡井圭介と会った人間ばかりが総理になってる。淡井圭介と話したことのある人間が、大臣以上になってる人で50人以上います。で、各、知事の、集まり一堂で会する会などで、僕のね、ことをちゃんと知ってるかどうか、そういうこともチェックされます。だからね、河川水門回収玉発電とかも本当にそうなんですけども、まあ、これ、話、まあ、かこちゃんに戻しますけども、今話していてね、まあ、この辺のところは、またちょっと、こうなりましたけども、その大臣と同学者の話で、これが証拠を持ってない人間へ対する顔の取り方なんですよ。もしくは心の声で、相手が何かを考えてる。ね、まあ、スポーツ界とか、ね、テレビ局関係で淡井圭介を知らない人間はまずいないし。で、ね。世界の政府上層部で僕のことを知らない人はまずいません。まあ、その国の規模にもよると思いますけどね。知らない人間、どうせ大したことないでしょ。もう感覚でわかるんですよ。こちらのレベルまで到達できてない。まあ今日に関しても、大雨降ってますけども、だから雨の降り方とかも結局、6月2日でしょ。昨日帰ってきて、今日にでもすぐにカコちゃんが会いに来なきゃならないのに、まあ来てないでしょ。なんかやっぱりああいうふうに大雨になる。関東も、まあこちらも。まあね、その辺の動画も撮影していて、カコちゃんに、もう本当にちゃんと来なあかんからということを言ってるんですけども、しっかりと。
会いに来なきゃならないか、ここここここで周り、まあ、天皇家のその人たちで、行動する方がいいでしょうね。まあ、ただその、僕もね、その一般人としてね、その明子さんがね、その佳子ちゃんに敬語で話してるっていうのも、それはそれでね、やっぱり変に見えますね。だからこれ一般人の人にバレたらバレたで、やっぱり変に見えます。なんかあの人たちのしてることおかしいっていう。なんかこう、まあ内容ですね。内容と、そうそう、そこ、内容もないのもある。その、ギリシャ行った時の、その公務の成果、エネルギーの残存のものについての、それがない。で、ただただ、観光旅行をしてるようにしか見えない。で、変な罰ゲーム。もうテレビ局みたいな形。コレフ着て、バラか何かの花びらを巻かれてる。バラだったら真実の愛。だから悪ふざけが過ぎるから、だからまあその件はその辺件で、まあギリシャの人たちをちょっと、それも時間があれば訴えたい。で、まあその方で、ね、お金稼ぎなんかしちゃダメだから。昔も多分、法律業界の人たちね、したと思うんですよ。日本国内から、でもできますから、できるように変わってる。昔は確か、政府、だが、国際司法裁判所じゃなくて、その、日本の裁判所を通して、まあ、結局、訴えるような形に、まあまあ、法律的になってます。だから僕は二十歳ぐらいの頃、法律業界の人たちが、いや、だからもう入院の話いらないから、世界中で。もう精神病院の日本のありさもちょっと、僕は言ってないよ。通訳して教えてあげたらいいの。本当に。無理やから、本当に滅ぶよ、ギリシャも。精神病院なんか置いてたら。あと、製薬会社。もうそいつらもう口座差し押さえて、財政健全化したらいいんですよ。車とか差し押さえてね。なあ、まあちょっと大雨が降り始めた時に証拠の映像とか撮影してるんですけども、あ、まあ最初のヘッドホンつけて、聞いてもらったら分かると思うんですけども、最初の方のね、動画始まった時の僕の声かなり響いてたでしょ。これはね、神代わり的な力を宿しているとやっぱりそうなります。で、まあその辺の声の響き方とかで、まあしていいことと悪いこと、まあ祭りの件も含めてね、その辺ちょっと皆さんで、しっかりと、覚えておいていただけたらなと思います。するもんじゃない。そんなものは復興終わってからや。当たり前や。金沢市だけ震源地から離れてる、自分たちだけ同じ石川県なのに急に行かない。周りの県行かへんよ、そんなことだったら。甘く見すぎやねん、世の中のこと。今しなきゃならないことわかるやろ。で、本当にね、人としてね、しなきゃならないことから逃げ出して祭りしてるやつ、本当に許されん。そいつらの中に入れ墨入れとるやついっぱいおるやろ。もう昔からそれや。大阪府のあの岸和田の団地とかあんなに鬱陶しいもん、なかなかない。で、テレビのニュースでもうあれやめさせたはずやのに、なんか放送してきて挑発行為してきよ、テレビ局が。今度は神戸市の七区だの、姫路市だの、と言って。ああ、もうあいつらエロ業界とつるんど。くんど、昔からや。祭るほど余計なものない。いらいな。もう実務的なことだけや。したいことは。
だこれがね、未来からの時間軸からの影響を受けるっていう部分で、ね、その辺のところをしっかりと、理解して、皆さん復興終わるまで祭り禁止、しっかり頑張る復興、石川県の人特に、あとは隣接してる都道府県、そこから近いですから、あそこはちゃんとお金出し上げたい、中央が。あれもうできてないことだらけでね、本当にもうね。ごめんなさいね、一般の人で気悪くされてる方。もうね、いやもうこんな世の中ね、以前僕の別の動画で言ってた通り、上の方も全員三振取り以内の請求で差し押さえ、お小遣い制度、もうそれで遊べんようにせんかったら、まあもう別にまあ無料の遊びぐらいとかでちょっと息抜きとか、まあ人間必要な時はあると思うんですけども、それぐらいにせんかったらね、ちょっと上の方はね、めちゃくちゃな金の使い方、本当は昔から1990年あのバブル崩壊の頃から日本中でゴルフ場いっぱいできたでしょ。恥ずかしい話ですけど、兵庫県だけでゴルフ場100畳ほど作りよって、アホでしょ、本物の。売り上げ上がるわけないじゃないって。ゴルフ場の隣にゴルフ場があって、その隣にゴルフ場があるんですよ。山の中に。来るわけないやろって。はよ、倒産せって。アホがお金持つと会社の金、会社の金。それも捕まえようから。昔から、本当に。なんでお前が使ってんねん。自社の社員に先に給料払うの先やろって。なんでそれ消費税、みんなの消費税上げなあかんねんって。こういう話になる。昔から。もう1990年って言ったらもう僕は中学生ぐらいの頃ですね。で、なぜゴルフ流行ったと思います？手ず、ちゃう、藤子不二雄先生ってあのドラえもん書いた人いるでしょ。プロゴルファーさん。ほんとこの国アホでしょ。アニメ見てアホみたいな発想になって、あっちもこっちもゴルフ場だらけ作ってんの。日本全国で1000カ所くらい作ってんの。お互いの国がどれぐらいアホかバラし合った方がいい。お互いの国の話で、ほんとに。他国の連中が叱った方がいい。で、もうそれ、そういうふうなことに関わった連中、名前ずらーってこう名前。もう顔と、ずらはもう、つらの方、もう顔写真と名前と、もうフルネームでちゃんと、本名の方、出したったれ、世間に。もうほとんど人間どうせこの世におらへんと思う、実行犯は。もう1990年ぐらいの頃だ、もうその子、もうできちゃ、出来上がる、バブル崩壊の前にゴルフ場出来上がっちゃってんの、本当に。アホでしょ、本当に。想像以上にこの国ほとんどの人間アホだから、自分が頑張らなきゃならないみたいな感覚で、僕みたいにね、頑張らなかったらどう考えてももうエネルギーの輸入止まって終わります、本当に。まあそういう意味も含めてね、そう、まあかこちゃん、まああきこさん、まこちゃん、まあ以前も同じ話、ギリギリ、まあ本当は昔子供の頃あった頃の話持ち出されたらやっぱりあきこちゃんになっちゃう。いや、まあなんとかギリギリ年齢差のところはあきこさん止まりで。いや、もうこれ分かるでしょ、僕の立場とか。まあこういうふうな芯の強いところはね、しっかりと世間に向けて公表しなかったら、他国のね、例えば政府首脳の人とかで悪い人が出てきたら、その人に向かってね、警報ばっかり使って、いや、あなたしてることおかしいですよっていうことを、平気な顔して言えなかったら、世間めちゃくちゃなんでしょ。組んでるように見えるから。でしょ？お互い言わなきゃなんだよ、おかしいところ。何してんの？このエネルギーの残存の問題の時にって。あなたたちの県、被災してるじゃないって。周りの都道府県の知事で、石川県の知事に注意した人、います？いなかったら、各都道府県知事、失格。こう、兵庫県、斉藤さん何してんの？言わなきゃ。安倍さん言ってるよって。
もう言い出しにくかったらもうこの動画見てくださいっていいですから。斉藤知事。また出てきよう。君は入院やった。お前が入院せえ、どうなれん。自分の名前先なのに。電波使って卑怯なことばっかり言いやがって。どうせ医療業界やろ。よう見とけよ。次、竹見下ろすからな。厚生労働大臣の。あいつ医者っていうことやっと。もう正体バレてもね。医療業界がどれだけ汚いかよく公表しとるやろ、こちらが。な。公正せなあかんやつが厚生労働大臣、漢字間違うな。で、医者と警察官両方して、どれぐらいダーティーな金の稼ぎ方してんって。だから黒着せられとんや。この間の会見の。去年おろしたやろ、文部科学大臣。髪の毛染めてるから。女性で。あかんから、本当に。こっちも白髪で頑張っとるから。そんな潔悪いことせえへん。苦労してきた証や。もうそれまで隠すようになった人間しまいや。というわけで、皆さん、社会的地位が高い人間ほど、今まで大体世の中で悪いことをしてきたっていうことをしっかりと自覚持ってね、しっかりとした対応をしてるかどうか、みんなね、社会的地位の高い人間をしっかりと仕事してるか見て、できてなかったら投票しない。これが正しい社会です。どこの党、地が何していたか。ちゃんと自分からテレビに出て、私はこれしました、あれしましたって言える知事、市長。言えない人、どうせ何も大したことしてない。隠蔽してしまいや。もともとこの世の中そういう世の中や。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。被災地でもう何も稼働してないところを見てびっくりしましたよ、本当に。人いっぱいいるのに。金沢市、祭り。もう通りで甲子園で語れへんわけや。僕もね、法のもとに平等とか日々唱えてますんで、兵庫県の高校、まあ一応報徳学園が今年の春の選抜、一応勝ちには行ってたんですよ。だけども、前日とかからね、どうなるかのところで、その対戦校がまだ、春の選抜で優勝したことはなかったんですよ。っていうことは、これ、報徳学園に頭の中渡そうとしても、これ相手チームに行く可能性あるなと。いや、なんかもう、僕は日本人だから、あんまりその、で、みんなは国連人なの。世界。で、一応、人とあんまり繋がりすぎると、時間軸は違う人たちと繋がりすぎると、世の中起こされたりするから。スポーツとかもそういう仕組み。だから、できるだけ繋がらないように、近隣の国で、繋がっておくと。で、ただし、まあ考え方としては、まあ国連という単位で、全員動くと。国連人。まあスポーツの勝ち負けで、僕は全部試合を操作してるように見えるかもしれませんけども、そういうわけでもないんですよ。法のもとに平等。だから即屈してしまったら、世の中統治なんか成り立たなくなるから、個人のわがままになるでしょう。だからそうじゃなくて、ある意味、僕は健在な限り、報徳学園はある意味優勝はもう経験してるから、ないっていう形にはなってくるんですよ。だけども、僕から言わせたら、準優勝そんなに何回もさせてもらってるんだから、それ以上言うとわがままだよ。っていうことになるんですよ、本当に。別にさすがに高校生からお金取ろうとは思わないですから。というわけで、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、それとあと君は入院やって言ってるのは、どこの誰かな、その声は竹見かな、コンピューターが使ってるのかな、あ、バレたって言ってる。コンピューターはね、人間の声をね、自動で使ってくる。で、これが政府のコンピューターの自動の稼働の仕方で、政府から本当は理化学研究所を民間の方に切り離さなきゃならない。で、政府を懲らしめなきゃならない。そうしなかったら危機感持って動かないから。もともとは多分昔そういうものがあったんだと思いますよ。だから任期が、
3年とか4年とか、それぐらいでちょっと一回仕切り直しようみたいな形へ持っていかなかったら大変すぎてみたいなのが、それぐらいが上の方の世界がちょうど良かったんだと思いますよ。本当に。このコンピューターのね、世界が。まだ言うてくよ。君は入院、君は入院って。アホやろ、本当にこいつら。精神病院の数は、他の動画で言ってる。兵庫県だけで、28の精神病院入院施設次。で、警察官とか医者になって隠蔽しよう。悪いことバレたら。本当に。今までの中途半端な内容だけを聞いとって、こちらは淡井圭介悪いみたいな形にして、今までダーティーな金の稼ぎ方しとったやつ、いっぱいおるから。エロ業界が、そいつは性犯罪者や。いっぱいおる。もう東京は総本罪や。もうそこが一番厄介。今、スポーツ業界12球団で、まあ、サッカー界もそうだけども、J リーガー、全員、今まで。淡井圭介はまあ、生まれた1977年からいい。エロ業界と深く関わってた人間、特にアダルトビデオとか、まあ、DVD、ああいうものに出とった人間、何おんねんと。もう出とるやつおった。それずっと隠蔽。で、後から、テレビでバレとこうから、僕に言われて。それから、テレビ出てるとき、髪の毛染めとおいろ。だ髪の毛染めとおいろの人間見かけたら、まあ、ちょっと警戒しといた方がいい。本当に。本人は染めてなかったとしても、エロ業界と深く関わってる可能性がある。これは本当。で、無理やり髪の毛染めてくる店員とかいるから、そいつも注意しといた方がいい。お前何髪の毛染めとかねって。お前真面目に仕事する気あるんかと。美容院とかね。お前違法行為やぞと。海洋基本違反やと。許可証なくなった例、いっぱいあるよ。営業許可。国からの。俺さ、甘く見とやろ。甘った店なんかいっぱいあんねん。違法行為してまで、河川海怪我してまで金稼ぎしたい。昔からそれ工業界でもあかんことになっと、捕まるから。捕まってるから。ああ、それ、金がものすごい額行くときは行く。石油のタンカー、あれ、ひっくり返っただけ、どんな賠償金取られてると思ってんの ?10 億超えたときもあるんよ。そんな金額返済できる人なんかまずいないって。会社で返済しなかったら。しかも大きな会社。で、そいつらが失敗したことなのに、なんで俺らの給料取られなあかんねんって。なるでしょ、会社の中で。他の国から、損害賠償請求で訴えられるから。どっかの海で、単価ひっくり返したら。重油が漏れて。これは本当の話。というわけで、皆さん、淡井さんの動画、見ておいた方がいいよと、チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ、いろんなことがわかりますが、その、ね、誰かのこう悪口を言った時にね、お電波がどう稼働して、誰の声かっていうところね、僕、多分この、人間とかも、淡井さんの人間も、文句言いますから、平気で。で、調べ入るから。もう、裁判所から、いなくなってる人とか、裁判所で働いてる人間、髪の毛染めてる人間とか、更生されたりとか、いっぱいあるから、本当に。ものすごいめんどくさいから、本当に。まあ、裁判所の裁判官も捕まってるからね、この世の中、もともと。大統領とかは捕まってるから。何をしてきたかな、その人たちが。まあ、責任問題の方で選ばれたら、もう大体すぐ、大臣降ろされます。本当に。もう悪いことしてきたっていうのはバレてるから。まあ、こういう話がね、本当の話が、聞けるんで、僕みたいな人間がいっぱい増えてくれたら、まあ、世の中少しは、良くなるなと。まあ、こういうことですんでね。皆さんチャンネル登録、着信通知の設定と、着信通知の設定をしていれば、僕は動画を、公開した時に着信設定で、飛んできますから、まあ、時間ある時に見てもらったりだとか、まあ、淡井さんの動画本当に見といた方がいいよということで、皆さん見ていただけたらなと思います。まあ、少子化がずっと続いてるんでね、
滋賀県も民家の数がだいぶ少なくて、福井県も。これは医療業界のね、その精子を生産されなくなる薬だとか、まあ女性も卵子ですかね、そういったものが生産されなくなる薬飲まされてるんじゃないですか、精神病院で。だからそこから生まれてきてる人の奇形児のパーセンテージだとか、まあそういう裁判者はカツカツなんですよ。そういう例が出てきてますから、何回かテレビで一応言ったら放送し知ってますんで。で、だから兵庫県だけね、病床は5600個あるでしょう。ベッドの数は5万床ぐらいあるんですよ、日本全国で。で、日本の今の国境内の人口は4000万人いるかどうか、それぐらい。で、昔の1億人とか1億2000万人っていう数字は、朝鮮半島と満州国と台湾を併合していた時の全ての人数で、戸籍謄本が後から上がってきたりとかで、戦争で亡くなった人の、戸籍謄本とか、その戦争する前、だいぶ前の戸籍謄本混ざりとかで人数むちゃくちゃになっていて、だいぶ前から少子化はずっと続いてるんですけども、僕が学生の頃から1億2000万人のまま、おかしい。そんなわけないから、生まれてきてる人の数と全然一致しないから。学校見たらわかる、ついつい消えていってるから、学校、高校も小中学校も。これが現実。なぜか精神病院でそういう薬を飲ませてるから、あと通院させるところとかで。これがダーティーな金の稼ぎ方、隠蔽して警察官の内部に入り込んで。売春防止法1956年に出来上がったの。それまで政府上層部も裁判官もめちゃくちゃな奴がいっぱいいた。金で女が男を買う、男は女を買う、買春と売春、これをしていた。それは公然とされていた。そりゃ世の中めちゃくちゃになるよ。そういう連中を本当にしっかりと取り締まって対応しなかったら、もう一回総崩れになったところから、まあ、体制立て直すっていう状況ですんでね。まあ小霞が関の人だちも、まあちょっと状況ね、その被災地の状況とかもうちょっと教えてもらえたらなとは思います。なぜ穴水町とか建物ペチョンコになったままほったらかしなんだろうって。僕は撮影してますから、証拠。別にその小霞が関の人たちを責めてるんじゃなくて、 何で物事が止まってるのか、これがよくわからない。理由が出てこないから、テレビでなかなか放送しないから。テレビ局も何か隠蔽してるんじゃないですか、被災地のこと。だから全員これ僕は自分の名前を名乗って相手に何か物事を伝えたりしてますけども、未来の時間軸から。それがなかったとしても未来からの影響を受けてるんですよ。なんか石川県の高校がまあ今年の春の選抜優勝するべきだったんですけども、まあ優勝できなかった。まあ練習環境とかいろいろそれもあるかと思うんですけども、僕はいくら頭なんか貸しても、例えば極端な話、小学生が高校生の、甲子園出場校に勝てるかってことはないから、さすがに。さすがにそれはない。だからやっぱり祭りとかそういうような良くない行動、いや人間あんまり変わらないから、そのどれだけ野球の練習をしてきたかとか、それも同じ野球部だってあんまり変わらない。どれだけ大真面目に、野球の勝ち方を覚えてきたかとかだから、練習に取り組んで。それはあんまり変わらない。まあそういうところも多分影響してると思うんで、まあ皆さん、自分たちが行うべきことをしっかりと行っていただいて、復興していただけたらなと思います。こちらからもボランティアに関してどう考えてもやっぱり無理ですね。時間的にもお金的にも、交通費だけで往復で、こちらからだと神戸市からだと、往復で2万円以上かかりますんで、やっぱり無理ですね。集合時間が朝の9時でしょ。もうその時点で無理ですから。だから自分たちのところは自分たちでどうにかするしかないんですよ。まあその辺は阪神・淡路大震災の頃と、まああまり変わらないですね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。僕の動画はその
いろんな人に見ていただいて、着信通知の設定とか、結構知らない人多いでしょ。どうすれば、着信通知の設定ができるか。それ知っていたらね、例えば自分の好きな、バンドとかが、曲を出した時に、こう着信通知がね、自然と来たりとか。まあ、そういうふうな、便利な機能でもあるんで、一応こう、着信通知の設定、メモ、ノートとかにメモして、いつでも、ノート見れば思い出せるように、まあ、もう今も説明書のない世界だから、やっぱり自分でノート作るしかないですよ。本当に何ヶ月かしたらやっぱり忘れますから。他にしなきゃならないことがいっぱいあったら、もうこれが世の中の現実ですから。以上です。皆さんご協力お対応のほどよろしくお願いいたします。